はい、どうもショッピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。いやー、晴れましたね。晴れましたね久しぶりです。実際今朝雨降ってたので、わ、今日引っ越し当日なんだけどどうしようかなっていう風に思ってたんです。でも荷物もう完全にまとめちゃったので、まあ寝る場所がないということで、先ほどまで金田さんの家に泊めてもらってたんです。なのでちょっと今朝の7時半なんですけども、荷物があるところに今戻ってるっていう感じですね。まあこのチャンネルを見てくれてる方は本当にお待たせしました。もういつになったらショッピングは引っ越すんだと、いつになったらいつは引っ越すんだみたいな感じで思ったと思うんですけども、はい、やっと引っ越しをします。おはようございます。おはようございます。あ、メダカちゃんが追加されましたね。はい、着きました。よいしょ。ああ、もう最高なんですねここ。そもそも僕がなんでこの物件に引っ越してきたのかっていうと、まあ、この物件の前は初台にいまして、そこのマンションの10階のところに住んでたんですけど、もう断捨離をした後だったので本当に何にもなかったんです。全然使わないスペースがあるのに家賃を10万以上払ってるのはなんか違うなと、なんかもっと他に使いたいななんていうふうに思ってですね、その時はもう本当に物がないミニマリストをやっていたので、ガチなミニマリストやってる僕なら6畳ワンルームでも全然暮らしていけるんじゃないかっていうふうに思ったわけです。でもこの物件に引っ越してきて、何もないことを自慢するよりもいかにいいものだったりワクワクするものを持ってるんだぜっていう風に語れた方がかっこいいなっていう風に思ったわけです。物をブラッシュアップして、洋服ブラッシュアップに始まり、いろんなものをブラッシュアップしていって、価値観もアップデートしていってですね、で、あの金田さんと同棲もこれから始めるということで、次はですね、まあそれなりに広さはあります。で、あと10分しないぐらいかの感じで、このここに引っ越し商業者が来ると思うので、もうちょっと待ちたいと思います。なんか予定の時間から15分ぐらいが過ぎてるんですけど、大丈夫ですかね。なんか忘れ去られちゃいましたかねあ、来ました来ました。はい、水道を中止できました。あ、はい、ありがとうございます。いやー、それにしてもめちゃくちゃ晴れてくれましたね。最高の天気です。それにしてもなんか台風が近づいてるはずなんですけども、今日は引っ越し日和でありがたいですね。はい、ありがとうございました。はい、失礼します。はい、終わりました。いや、早かったです。本当にもう前の物件から出すのにもう5分かからなかったんですよ。で、こっちの物件入れるのにも10分かからなかったです。なので、いや本当に楽ですっていう風におっしゃっていただきました。ガスを止める作業の立ち会いがあるので、また向こうの物件に移動します。搬入自体はすごい手際よくパッパパッパ終わったんですけども、ただその移動のね、あれが時間かかっちゃうんで、それはしょうがないです。僕の計画不足なんで。ということで、また前の物件に戻ります。いやいやいや、暑いっすね。はあ、暑い。あ、そして何もなくなっちゃいましたねすごいです。ここで2年やってきたんですよね。はい、じゃあ今からガスを止める手続きをしますので、その担当者が来るまで待ちたいと思います。はい、あ、こんにちは、東京ガスライフマルです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。はい、ということで、ガスの保険も終わりましたので、これでまた次のところに向かいます。なんか今日、移動するだけで、冗談抜きで多分5時間ぐらいかかってます。はい、じゃあまあちょっと時間がありますんで、ご飯食べていきたいと思います。いやー、なんか、懐かしいな、これ。自分が起業して全然うまくいかない時はこういうのすら食べられなくて、ちょっと稼げるようになってきて、お金に余裕が生まれるようになって、ご褒美にこういったものを好きなだけ買うってことやりましたね。懐かしいなあの時はやっぱ初心は忘れないようにします。いやー、本当にめちゃくちゃ暑いですね。
台風どこ行っちゃったんでしょっていうぐらい暑いんですけど、まあでもやっぱ晴れに越したことはないですからね。ということでもう今日の用事は終わって時間がちょっと空きましたので、どうでしょう、なんか久しぶりに、ほんと数ヶ月ぶりぐらいにお散歩していきたいと思います。ということで戻ってきました。ルームツアーやろうと思うんですけども、ただやっぱこの部屋ちょっと掃除して綺麗にして整えてからルームツアーってことをやりたいので、もう 2,3 日はかかるかなというふうに思います。なのでそれまでは背景は変わるんですけど、内容はもう普通にミニマリズムとかメントレとかヒュッケとかそういったことをシェアしていこうと思いますんで、はい、ルームツアーまではちょっともう少々お待ちください。でもこうやってこう声を張れるっていいですね前いた物件って多分この音量で言ったらもう隣、向こう隣まで音が漏れてしまうぐらいちょっとあれだったので、ちょっとボソボソっていう感じだったんですけど、落ち着いてからルームツアーをやらせてもらいたいので、なのでそれまではまた引き続き通常運転でやっていこうと思いますので、ぜひ楽しみにしてくれたら嬉しいです。はい、くしゃみが聞こえましたけどね。あ、じゃあちなみに一部分だけちょっとお見せしましょうか。ここを懸垂できないか